クイッティオ屋さんに並んでます。今日はもちろん和牛で行くよ。アニーガサンボロイイセプカオバとか、めちゃめちゃ大きいな。これ和牛だからね。マーティーサイアンパラゴンナカ、今日はサイアンパラゴンに来ています。 G フロアにいますなんですけども、今見えわかる、え、なんと私ただいまクイッティオ屋さんに並んでます。タイに来て初めてクイッティオ屋さんに並んでおります。ということで今日はクイッティオの紹介なんですけども、見ての通りタイ人に大人気のクイッティオ屋さんを紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでお店に入ってきたんですけど、なんかもうドタバタドタバタしてるよ。店員さんも超忙しそうだし、なんかお客さんはみんなまだクイッティオ食べていないっていう感じの状況です。忙しそうで、メニューなんですけどこんな感じになってます。な、結構みんなこのサイドメニューを比較的食べてる感じがします。美味しそうで、あとジュースがいろいろ種類があって、いやこれ見て、見たことある？こんなクイッティオ、なんと和牛が乗ってんだって。いや今日はもちろん和牛で行くよ。ハルピーは、ハルピーは今日ねもう決めたんだけど、この D8 のこのクイッティオの上に和牛が乗ってるやつを食べたいと思います。これね、なんとこれはヌード、2が3ボロイイースティックカオバーとか、だいたい1000円以上ぐらいします。高っ、こんな高いクイッティオ初めてです。だからどんだけ美味しいかめちゃくちゃ期待してます。でこれはヌードルウィズスパイシーソースープっていうのだったり、なんかあとこういう感じの、これは多分スープなしかな、センレクヘンかな。で麺の種類も4種類から選べて、あとこういう、なんだこれは、こういうなんかちょっと違う感じのもあります。で、あとスープもあるみたい。本当になんか種類が多すぎて何を選んだらいいのかよくわかんないんだけど、隣のお客さんがめっちゃ和牛和牛和牛って聞こえてきたから和牛にします。あとはスープとかこういうご飯盛り丼もあるみたい。めっちゃ美味しそうだよね。こんな感じでデザートもあるみたいです。ということでなんか注文なんですけど、この紙に書くみたいです。紙は英語で書かれて、あとここに D8 って書いてあって、もう書いたんですけどこんな感じで、私スタッフさんもこれ頼むらしい。で私は辛さゼロにしました。でここはこっちは英語でこっちは中国語が書いてあるということで、早速注文して待ちたいと思います。マレオやばいじゃん、今まで見たことのないクイッティオがやってきました。なんと和牛だからね。しかもまず見て、器が美しい、もう普段と全く違う。そしてこれなんかかっこいい、全然違う。そしてめちゃめちゃ大きいな。これ和牛だからね、和牛です。で具材的にはこれは何、お肉とルクシンと、あとは今回はセンレクにしたのでセンレクがいっぱい入ってて、あと空心菜も入ってますね。いやこれやばい、もうなんか見た目からなんかちょっと高級感が溢れてるという感じ。私が今まで食べた中で一番高級に間違いないでしょう。ということでいただきます。いやこれめちゃめちゃ楽しみだって、普通のクイッティオの6倍、やばくない？普通にえぐいよね。6倍の価格のクイッティオ。それでは行ってきます。うん、うまっ、え、うまっ、おいしい、あら、うまっ。ちょっとさ、このお肉をさ、私は食べたいのよ。和牛気になるじゃん、和牛だよ。いただきます。うん、
アロイマーハニンニンニンマーハクリコロッチャリーナめちゃくちゃ美味しい。そしてめちゃくちゃ柔らかい。なんかよくこれぐらいの大きさだったら噛み切れないお肉とかあるじゃん。もう全然噛み切れちゃってめちゃくちゃ柔らかくて、もうまさに和牛ありがとうって感じ。あ、これはわかるかも。もうさ、300バーツ取られても300バーツの価値あるかもって思う。でも麺も すごい美味しいよ。なんかね、オリジナルヌードルみたいな、オリジナル戦略みたいな書いてあったから、ここのお店のオリジナルの麺なんだと思う、多分。スープはなんかクリアじゃないスープになってます。こんな感じ。はい、煮込まれたって感じ。うん、おいしい。なんか癖がないから飲みやすいわ。いや、この色ってすごい癖があるイメージがあるんだけど、すごい全然癖がない、さらっと飲めるスープって感じ。うん、これはね、並ぶ理由が分かるというか、そりゃ並ぶなっていう味してる。だって私ずっとここに座ってて、こう見えるんだけど、ずっと並んでるからね、人すごいよね。絶えず人が並んでます。うん、めちゃくちゃ美味しい。このお肉もなんかさ、普通のクイッティオとかに入ってるレバーとなんか全然違う感じ。これレバーなのかな、なんかレバーなのか何なのか分かんないんだよね。でも普段だとさ、赤いレバーとか血の塊みたいな感じのが入ってるじゃん。なんか全然違うんだよね。食べてみる。うん、うん、うん、これ何？これ何か分かんないけどめちゃくちゃ美味しいんだけど。アロイマーハアニア、え、アニアライなんかすごい。ルクシーも食べる。牛の煮込み？牛煮込みらしいです。めちゃくちゃ美味しい。クイッティオにこんなの入ってるの初めて見たよ。まあ和牛も一緒だけど。ルクシーも食べてよ。うん。なんか普通のルクシンと味が違うんだけど、煮込まれたっていうか、なんかそのルクシンの味がしっかりある。さらっと食べれる。もうめちゃくちゃ美味しい。アロイマーハ取っちゃいマーハ。アロイティス。うん、これやばいな。これマジ作った人天才。うん、はい、ということで今回はトングスミさん、トングスミさんというクイッティオ屋さん、まだまだ人が並んでるんですけども、こんな大繁盛なお店にやってきたんですけど、美味しかった。特に美味しいだと思ったのは具材です。和牛、オーストラリア産の和牛と、そのなんか牛の角煮がめちゃくちゃ美味しかったです。ただこれで300バーツって考えるとちょっと高いかなと思うんですけども、たまにはね、こういう高級クイッティオを食べて楽しむのはいいかなと思いました。ぜひ皆さんも食べてみてください。ということで、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。やるごっとらいごっとしゃごっとサブスクライブごっくりんハイロイナカ。以上、ハルビーでした。バイバイ。